はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ナブ攻撃側ですね。ここはぜひね、パルパティン戻ってきたんで、きちんと攻め側でパルパティン使って最終フェーズを突破していくことを目標にやりたいのですが、ですがなんですよ、これ敵またじゃない、敵なかなか結構強くてね、お互いに防御側でしか先に進めないというね展開なんで、ハンタープログラムをロード、お互いにその感じなんで、ひょっとするとね、そもそも第2フェーズ突破できるかどうかも若干怪しいというね、撃たれてるな。右か、右変調か、またしてもね、結構こんな感じの、あーマジか、指切りがうまくいかんかった。結構ゴリゴリのリスまで押し込んでくるタイプのプレイヤーが多いんで、右ばかりあれか狙い撃ちされてる感じか。あーガンシップも出てんな、あんまりやられたくはないな、これ以上。そこら辺いるよね多分、しないとか押し返したいところではある。そして見に行きたいな、上を、上空もちょっと警戒しないと厳しい。とりあえずタレット壊して生きてるだろう、索敵を飛ばし、まずいな。ちょっと上見るか、いやー厳しい、序盤にしては撃たれすぎだな。どっち側中心で攻めてきてんだ、あ上はちゃんと見てくれてるのか、 OKOK、 あ右左結構いい感じに分けて打ってきてんのか、いやー左か、うーわこれはきつい、これやばいなー。結構あれですね、この固め打ちをしてくるタイプっていうのもナブーの防衛側では多いんですが、うまいことこう右左に流れをこう変えてくるんで結構守りづらいな。そして近いところで拾われると撃たれるんだよな、もう 70m だから、いやー厳しい。そうだやべ、4魚卵になってる、きつい、これきついぞ、もうヒーロー出てくるぞ向こう、第一フェーズで撃たれすぎだな、完全に抑えられてるんだよな。あ生きてんのかそれ、ダメだな、裏も取られてるね、裏にもいるでしょう、いやーこれはきつい、これは相当な覚悟に臨まんと、これ厳しいな。死ぬほどタレット置かれてんな。そしてまだいるからなこの辺多分、もう撃ってくるぞ、ラインが全然上がれてない、オッケーオッケー、これもゴリゴリライン上げていくしかないな、
行ってやるな。敵の動きはあまり無駄がないな。これは厳しい。集団行動がしっかりできてんだよな。ここ一発も撃たれずにこのウェーブを抜けるっていうのは結構厳しいかも。いるの？やっぱり残りがいるのか。あ、いるね。そう、裏取り警戒しないとダメだね。普通にいるんだよな。めちゃくそタレット置いてきてるからね。めちゃくそタレット置いてきてるから、ちょっと位置変えるか。ちょっと位置変えないと厳しいな。ちょっと位置変えないと厳しいぞと。いるでしょ。モールか。いや撃たれんなこれ。さすがに詰めれねえ。モールすまん。どんだけ置いてあんの。いって。 S5 うまっ。 B1 ユニット起動。これきちいな。逆に上位陣が出してきてないが不気味なんだよね。ヒーローを後半かなり倒しても倒してもの金太郎アメアタックやられるんじゃないのか。これはどっから撃たれてんのこれ。すげえ体力減るんだけど。いやー厳しいなこれ。上げらんないぞ多分。これ20か30リターンだな。嘘でしょ。これまずいな。これはまずいやつですよ。これはまずいやつ。こっちヒーロー何？一人か。一人じゃ両方抑えられねえんだよな。リュークはともかくとして、左はいいから右上げないとまずいよね。ヨーダかやはり。危ない。これ以上出せないように見とかないとな。エイム力ねえな今日も。今日もエイム力がない。ポイントも足りない。上持ってってんのか。上持ってってるのがどう来るかだな。1万台多いな。あと一発撃たれたとして20か70リターンってとこだね。これ70リターンってところだから、次は絶対に撃たせないという意志の力が必要になってきますね。逃げていったな。ヨーダとルークか。ヨーダとルークならある程度まだ付近のクローンをターゲットとし、フェーズ2の準備を開始せよ。全く見えないけど。
モヤモヤしてて全く見、ちょっと待った、ベイダー早くね。ベイダー2枚いる、2枚いる、そこ2枚いる、2枚いる。避けてるんだけどなぁ。避けてるんだけど当たりますね。ボスクが使える。皇帝でなんとかなるかなぁ。今、ベイダーが死んだってことじゃないよね。ベイダー死んじゃったのかなぁ。そこ上げていく？ここ上げていくか。え、ちょっと待って、何を食らってんすか。まずいね、これ。これやばいやつ。すげえ食らったけど、横から撃たれてんのか。きついな。あー、ベイダーやられたか、やっぱり。痛え。サーマルインプローダーがクソ痛い。小一人じゃきついな。後ろ？後ろじゃねえんだよな。うわ、近い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 。ちっけ。もうほんと痛い。ウーキーすげえいるな。顔出すとやられるんだよな。いやー、きつい。俺が押しててもしょうがないんだよな。いやー、きつい。うわー、死んでるやつのグレネードで死ぬの、ほんと勘弁してほしい。くそー、一個はなんとかいけるか。ありがとう、ごめんね。ただまあ、あっちは捨ててきた可能性あるからな。問題はこっちをどう崩せるかだよね。味方のヒーローが枯渇してなきゃいいな。あ、行ってる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 、行かなきゃだめだ。おせおせ、ナイス、素晴らしい素晴らしい。いや、モールいい援護だった。今のモールはすげえいい援護だった。ちょ、無理しないでね、モール気をつけて。向こう2枚いるからね。で、少し逃げ腰になってるから体力温存してもいいよ。モール、厳しい厳しい厳しい。守りきってくれ。これ多分突破されるともう地獄しか見えん、地獄しか見えんぞ。ナイス。宮殿のドアを全て開放、地上射撃モードに切り替え、フェーズ3に備えよう。くそー、いや敵強いんだよな。これほぼほぼなんだ、いるぞ。なんか戻れないやつが、そいつは戻れない、そいつは戻れない、そいつは戻れないから殺さないと。オッケー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 。ああ、なるほど。おいよーし、止めれるもんな、止めてみろ。エイムひどいな、ほんと今日。ウキ来たな。何、何食らった。ハンソロー。これは結構厳しい条件下の中でどれだけね、パルパティーンが戻ってきた影響を出していけるか。向こうのフィン、ヨーダ、レイ、などのね、動きを阻害していけるのか。
ヨーダいるな。うわ、死なないか。厳しいな。ヒーローの枚数、やっぱちょっとポイントがね、こっちポイント枯渇してるんだよね。相手はまだ多分残ってそうなんだよね、ポイント。こっちのヒーローの枚数が少ない間にどうなるかだよね。2枚か。ヨーダなんだよな、ヨーダ。多分。ヨーダに、意思しされとるで。うわ、いて。リモバック。お、マジ？俺も6000溜まったけど。ファンソロ、ヨーダが倒された。うお、すごい。マジか。なんかそういうところを、この画面で映したいんだけど、大体何かが始まってるときは、僕がいないときっていう、悲しみはありますよね。レイ来たか。ルークか。一気にリスを抑えてるね。ルーク見に行きたいな。いや、ちょっと、ほんと。足りてる？足りてんだ。人が足りてんだ。あー、戻されてるな。ここはオーバータイムでの戦いになりそうだね。ヒーロー何出てんだろう。ベイター見た。モール・パルパティン。あー、マジか。これ切れ目だな。再出撃した方がいいかな。ランドいるんじゃね、あれ。いるね。ランドがおるね。ランドがおる。お、パルパティンは使えない。モールか。ならモールでいくか。あ、厳しい。早く。まずいか。どうだ？厳しいか。突っ込みすぎた？これより玉座の間の制圧を開始。遠いな。こっちやっぱ BP 切れそうだね。ロケジャンに裏回られてて。さあ、取られたか。まずい。まずいぞ。あー、マジか。ポイント厳しそうね。そう、ポイントがきついんだよね。向こうは結構まだ残ってそうだけど、こっちのポイントが枯渇しちゃって、積み切れなくなっちゃうかもしんない。ヒーロー3人か。いやー、みんな助けに行きたい。来てるぞ、ヨーダ。中ばっかなんとかしたいな。くそー、インパクトグレネードか。中ばっかなんとかしたいな。いや、微妙なとこですよね。中ばっか事故らせてくるのはやっぱり中ばっかの強さはあるけど、逆に中ばっかだからこそ一体多数をそんなに強くは制圧できないことを考えれば、あー、ベイダーが死んだ。それはまずい。あと一押し、あと一押し。ヨーダが死んだ。オッケー。あともうちょっと、オッケー。素晴らしい。味方素晴らしいですね。いやー、やはりパルパティンいるといいですね。パルパティン嬉しいですね。戻ってきてくれて。やっぱこの選択肢がね、選択肢が広がるってところで、かなりやっぱり
いろいろできるようになるんで、これは本当に、お帰りパルパティーンと、一体いい試合でしたね。いやー、ここはやっぱ、あと一押し足りないっていうところがね、やはり一体多数ができるパルパティーンっていうのは、やっぱこちらにとっては大きな戦力ですね。はい。というわけで、パルパティーンお帰りという気持ちを込めて、今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。奴らに無駄な力を使うな。悔やむがいい。また見てねー。